吉村です、今日もね、いちご狩りご来店いただいたお客様、誠にありがとうございます、そしてですね、僕の仕事が終わるまでルーティーン今日も撮っておこうかなと思います。いちご狩りがね、とりあえず、まあ、ある程度決まって終わりになりましたので、まあ、この後はハウス、使ったハウスの収穫、そしてハウスの管理、ハウス管理、まあ、ハウス閉めたりとかね、まあ、そういったのを撮ってきますので、ぜひぜひ、見ていただければと思います。では早速行ってみよう。吉村農園ではハウス一応約40棟あるんですけど、その中で一応ね1箇所で持ってるわけじゃなくて4箇所で持ってるんで、各箇所で換水を分けてます。なので今日は、その1箇所に換水をしてきますんで、早速かけていこうと思います。今日はね、滝、有機液肥、全くわからん、さっぱりわからないけど、とりあえず、684、こんな感じでいっぱい入ってるからね、かけていきましょう。では早速行ってみよう。終わりました。で、とりあえずここからはトイレ掃除に移ろうかなと思うんですけど、まあ、冠水中にね、タイムラプスの中で僕が新聞読んでたかと思うんですけど、冠水中ってどうしてもね、こう見てる作業ってなりがちなんで、その時間に、まあ、時間があれば、まあ携帯いじったりとか もちろんすることもあるし、まあ、こんな感じで新聞読むこともあります。まあ、とりあえずね、まだ作業が終わってないんでトイレ掃除に行こうと思います。ではでは行ってみよう。トイレ掃除をしていきます。行くぞ。外はもう閉めなってるんで、中もね、しっかり閉めていこうということで、二重でね、暖を取ろうと思いますので、早速ハウスを閉めていきたいと思います。では、あたりはだいぶ暗くなってきましたが、ハウスの方に帰ってきました。もうね、外は先ほどもお話ししたんですが、外の方は閉めたんですけど、今日は久しぶりに中も閉めますっていうのもね、ネットの方で気温見たらマイナス2度まで今日は下がるってことなんで、マイナス2度まで下がっちゃうと、どうしてもね、イチゴがマイナス1度になった瞬間からこうやっぱり凍っちゃう、あんまり寒す、ハウスの中が寒すぎると。なので、ね、しっかりと暖を取っていくので、今日は中張りも閉めてきますので、早速閉めていきます。真っ暗になっちゃうとね、動画映んないからね、閉めちゃおう。
とりあえずね、今日の作業は終わりになります。はい、とりあえずね、今日のルーティンは以上です。ではまた明日もご来店お待ちしております。また動画アップしますので見てください。ではまた。